先駆けたけしは、モンゴル国ウランバートル市出身で、柴田山部屋所属の現役大相撲力士。本名は、ヤガアンバートルバトトゥシグ。身長179センチメートル、体重159キログラム、血液型は A 型。特異種は、もろざし、より、投げ。最高位は、東重量10枚目。好物は、部屋のカレー。尊敬する力士は、 若野の里と木瀬の里。実家は道路建設会社を経営しており、その男ばかり4人兄弟の末っ子として誕生。来日前はモンゴルでサッカーとバスケットボールに勤しんでおり、入門前に相撲経験はなかった。そんなバトトゥシグ少年は将来の進路として医者を死亡していたが、自身の父親と極周山に共通の知人がおり、その人に、 曲集残主催のオーディションを受けるよう進められたことから参加してみたところ、離れ駒親方の目に留まり、離れ駒部屋入門が決まった。その後は通っていた高校を2年次で中退して、来日し、2003年5月場所で、初土俵。初土俵時の嗜名は、若虎。初土俵から2年後の2005年5月場所に3段目に、昇進して、以降、 三段目に定着したものの幕下には上がれず苦労が続いていた。2008年1月場所から四個名を先駆けに改名。同年11月場所に6勝を挙げると東三段目三枚目で迎えた2009年1月場所は序盤三連敗であったがその後は四連勝として勝ち越しを決め翌三月場所。 入門から6年かかって、ようやく幕下に昇進した。しかし幕下初昇格以降は幕下になかなか定着できず、3段目との往復が続いていた。3段目に下がっていた2010年9月場所で6勝を上げて、翌11月場所に幕下に5度目の昇進をして、以降は幕下に定着。途中、伸び悩みに苦しみ引退を決意して、母国の家族に漏らしたものの、 兄が、もう一年にやってみろ。と励まされ、口日通り結果として関取昇進をつかんだ。2012年5月場所では、関取昇進の可能性があると言われる幕下15枚目以内の番付に初昇格し、関取昇進への期待が高まった。その後、師匠の定年退職とそれに伴う離れ駒部屋閉鎖を場所後に控えた2013年1月場所は、 東幕下三十二枚目の番付まで下がっていたが、六勝一敗の好成績とし、離れ駒部屋力士としての優秀の美を飾った。この場所後、柴田山部屋に移籍した。移籍後は、以前より恵まれた稽古相手によって一層、鍛えられてか、同年、九月場所は、西幕下筆頭まで番付を上げ、七番相撲に、勝ち越しと関取昇進をかけたが惜しくも三勝四敗の、 負け越し。西幕下四枚目で迎えた翌、十一月場所も勝ち越せば関取昇進の可能性がある中で四勝三敗の成績を残し、場所小屋や,や運の良い形。初土俵から所要十三場所の新十両は外国出身者で三番目のスロー記録である。二千十四年一月場所三日目の新十両インタビューでは三段目時代に仙台離れ駒から、 解決襲名はどうだと打診されて責任が重すぎるとして誇辞したエピソードを語り2014年の交付を自分ができる分だけやっていきたいと話した。しかし、この場所は場所前にインフルエンザを発症して5日間にわたって39度の高熱に悩まされたことが原因となって13日目に負け越しを決定させ先週楽に負けて6勝9敗となったことで1場所で 関取の地位を離れることとなったが、西幕下筆頭で迎えた翌、3月場所で4勝3敗の成績を残し、5月場所では10両に返り咲いた。しかし、この場所も6勝9敗の成績に止まり、再び幕下に陥落。それでも東幕下筆頭で迎えた7月場所では6勝1敗の好成績を残し、9月場所で再び10両となった。しかし、 ここから3場所連続で負け越し、2015年3月場所で3度ばっかに陥落した。西幕下4枚目で迎えた、この場所は4勝3敗を勝ち越したものの、重量からの陥落者が少なかった上に、幕下上位での勝ち越し力士が多く、翌5月場所はわずか半枚上昇の東幕下4枚目の地位に止まった。この場所も勝敗と勝ち越したが、 またも番付運に恵まれず、7月場所は1枚上昇の東幕下3枚目に止まる。この場所は3勝4敗の成績でおよそ2年ぶりに幕下の地位での負け越しを喫した。結局この年は関取復帰を果たすことはできなかった。2016年は年間を通して重量昇進の可能性のある地位を維持し、7月場所では西幕下筆頭まで番付を伸ばしもこの年も 関取復帰は叶わなかった。2017年以降は成績が下降し、主に幕下中位階での土俵が続いている。しかし、東幕下3枚目まで番付を戻した2019年11月場所で4勝3敗の成績を残し、2020年1月場所での30場所ぶりの関取復帰を決めた。 しかし2020年1月場所は西十両14枚目で6勝9敗と、負け越し1場所で幕下陥落となった。2021年1月場所では西幕下19枚目の地位で6勝1敗の好成績を残し、9人による優勝決定戦に進出した。そこで、計4勝を挙げ、自身初となる格段優勝を成し遂げた。優勝決定戦の感想を、 楽しんで相撲を取れた。長年相撲を取っているので緊張はなかったと述べ、力を振り絞ってやっていく。関取に戻りたいと、最重量を目標にした。2017年1月場所からは一門の木瀬の里の付け人を務めていた。2021年1月場所終了現在、重量、成績、35勝55敗幕下優勝、1回。 先駆け申し畑山部屋公式ホームページ新十両の先駆け先輩若野里と対戦熱望への ikkaensports.com2013 年12月13日18時15分読売オンライン2013年11月27日19時19分先駆け申し畑山部屋公式ホームページ入門時の師匠である離れ駒と同じ 花籠部屋出身の花の湖が一時期名乗っていた、執名であり、2007年の11月場所後に、花レゴマ部屋の打ち上げへ顔を出した花の湖が、解明を打診したという説がある。一方で、先駆け本人が花の湖集名を切り出したが、花籠部屋由来の執名だから、大樹山さんが許可しない。とすぐに諦め、花の湖から代替案として、 先駆けを打診されたとする説もある。AB 先駆け、師匠の教えみのらすイコール大相撲知事、ドットコム2013年11月27日マイナス20、重心重量は先駆けた、や一人、高志の山ら4人が、 最重量 MSN3K ニュース2013.112710時32分、相撲2014年2月号13ページテルノ富士が重量、復帰、辞めたら、公開し相うの言葉支えに関スポーツ2019年11月28日8時47分、先駆けが9人の決定戦誓止まくした V。 楽しんで相撲を取れた日刊スポーツ2021年1月24日17時32分ベースボールマガジン社刊相撲2017年3月号75ページ1年半ぶり重量復帰照ノ富士に大関級の大歓声地を取り先駆け目南乗り越えまた関取りにアベマタイムズ2020.011310時17分ありがとうございます